今日のイカれた偉人は野口英世。まあ、言わずと知れた日本の千円札の顔であり、黄熱病の研究に人生を捧げた学者です。野口はですね、二十歳で上京しており、その際にはですね、友人や恩師から餞別として合計80万円をもらっておりました。しかしそのお金をですね、なんと2ヶ月で使い切ってしまいます。まあ、研究でね、お金がかかってしまったのかと思いきや、まさかの酒、女、ギャンブルで使い切ってしまったのです。まあ、無一文になってしまった野口はですね、知り合いの千脇にですね、援助を求めましたが、まあ、当時千脇もですね、月給が少なかったため、援助を断られます。まあ、しかし、行かれた野口はですね、千脇に助言を与えてですね、上司と昇給の交渉をさせます。そしてまさかのこれが大成功し、千脇の給料はアップし、野口はですね、多額の援助金をですね、受け取ることになります。まあ、世渡り上手なクズといったところでしょうね。では、また。